はい、こんにちは、そらまみです。今日はですね、八幡宮さんなんですけど、皆さん日本で最古の若宮八幡宮ってどこだかご存知ですか？はい、どこだかご存知でしょうか？これなかなか皆さん知らないと思うんですけど、この、今私が空波が向かってますですね、川上の、若宮八幡宮っていうのが、聞いた話ではね、日本で一番古い、若宮八幡宮らしいですよ。はい、今日はね、せっかくここまで来ましたので、そこにね、寄って、帰っていきたいというふうにね思っております。こうやって参道を走ってでもですね、もう雰囲気満タン、満タンっておかしいね、満々でね、もうビシビシ来ますよね。でもね、こういう場所にあるからというのもあるんですけど、ほとんどね、知ってる人はいないんじゃないかなっていうふうに、思うくらい、本当に、地元の人でもね、うちの嫁さんとかでもね、多分若宮八幡知らないと思いますね。そんなぐらいのね、本当になんでなのかなって思うぐらいね、日本その最古の、八幡宮なのに、そんな扱いなのかなっていう、気はしますけどね。はい、こんにちは、そらなみです。そうしましたらですね、若宮八幡宮、着きましたので、行ってきたいと思います。はい、まだそこに置いて行ってきます。立派な鳥居ですね。見てください、この川の流れ、綺麗ですね。本当にね、こんなに素晴らしい、神社で、こんなに素晴らしい、八幡様なんですけどね、本当にね、それでしかも日本最古でしょ。本当に素晴らしいのに、なんでみんな知らないのかなっていうのがね、本当に、空波は、そこはね、ある種、同じ三重県人としてですね、寂しいですね。最新は、仁徳天皇でしたか？で、夜の姫皇后でしたかね、だったと思うんですけど、間違ってたらすいませんね。空波の、この手の動画は本当間違いだらけですからね、間違ってたら笑って許してやってください。でもここに来るまでの間もこの参道をずっとこの灯籠が立ってたのね、バイクで、見てきましたけどね、本当にね、おごそかで、風がめちゃめちゃすがすがしいんですよ、この神社はね、いつも。あれですかね、若宮八幡を祀ってらっしゃるところって、あとは鶴岡八幡宮とか、岩清水八幡宮とか。ですかね、めちゃくちゃ有名ですよね、そっちはね。ああ、すごいですね、ビリビリきますね。素晴らしい石段ですね。石段大好きなんでね、石段フェチですけど、
この杉見てくださいよ、これ。これはさすがに触れないよね。あれ、前ここに神様いたような気がしたんですが、よいしょよいしょ、もうね、空気が全然違うんですよね、うん、もうビンビンですよね。素晴らしい。上手がありますね。うわー、すごい。すごい。うわ、近づきがたいよ。これが重軽石と言いまして、お願い事を唱えた、上でね、軽く持ち上がれば物事が、容易に叶うと、いうことのようですので、この巨大な方をあげたいと思います。はい。私の願いは、嫁さんと私の子供の幸せです。私の家内と子供が幸せに暮らせますよう、お願い申し上げます。上がります。よし、あ、上がった、よかった。上がらなかったらどうしようかと思った。はい、お願いします。僕はどうでもいいんで、子供たちと奥さんさえ幸せならそれでいいですね。いやー、ここは本当にいつ来ても
素敵の一言ですね。心が現れますよね。よし、はい、ここがみそぎの滝ですね。ここカラス天狗がいますね。カラス天狗じゃないのかな、天狗なのかな、うん、うわあすごい、すすごい霊気、むせますねこれ。うわすごい、喋ったらいかんけどこれ、やり直し、ダメ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 、威力ありすぎだよ、無理だよこれ。ここでもダメだな。大谷義嗣もうここでみそぎしたんですかね。ここはいつ来てもちょっともう無理ですよね。もう真意に押されすぎてもうちょっと立ちくらみがしますよこれ。ものすごい威力、僕みたいな俗物にはちょっと耐えられないぐらいの神様の威力がありますね。すごい。はい、それではね、この辺りで、若宮八幡、のご紹介をね、終わりたいと思います。皆さん、あの滝壺で、空波が、カシャで打った時の音を聞こえましたかね。もう全然威力ないですよね。ね、思いっきり打ったあれですからね。思いっきりっていうのは力じゃないですけどね、その、うん、心を込めて魂を込めて思いっきり打ち鳴らしてもあれですから、はあ、とてもじゃないですけどね。ああもう今日はちょっと神様の威力に当たりすぎてね、ちょっと弱りましたんで、もう帰りたいと思います。はい、どうもありがとうございました。